どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーダーの翔太です。えー、っと、今回はですね、特にテーマを決めずにですね、あの、えー、最良トレードノウハウの、えー、秘訣というかですね、まあ、そんな感じの、えー、動画講座をですね、ちょっとお送りしたいと思います。で、今回はですね、えー、ポンド円のチャートを使ってね、いろいろ解説していきたいと思います。 で、えー、今表示させているのはね、ポンド円の4時間足表示させております。ポンド円の4時間足。で、えー、ポンド円っていうのはですね、まあ、初心者トレーダーの方のためにまあ説明しますと、この GBPJPY って書いてありますね、ここに。GBP っていうのがポンドのことで、JPY っていうのが日本円のことですね。 えー、なので GBPJPY というのがポンド円のことになります。そしてここにね M1 とか M5 とかねいろいろ書いてありますね。MN とか。これはねあの時間足のことです。M1 が1分足。まあ、こう下に出てきますね。このようにカーソルを合わせると、えー、5分足とかね15分足とか。で今回はこの H4 というねこ4時間足をね今表示させているという感じになります。 まあ、あの、MT4 のね、使い方もね、あのー、まあ、ぜひ皆さんしっかり覚えていただけたらなと思います。僕はあの、2年前ぐらいにですね、あの、結構その MT4 の使い方講座みたいな感じで結構いろいろとアップしているのがあるんでね、あのー、まあ、もしよければね、僕が2年前ぐらいにアップしている動画講座とかもね、MT4 に関する動画とかもいろいろ見ていただけたらなと思うんですけども、うん。 そして、えっ、ー、と、まあ、ポンド円のね、まあ、この、今回はまあこの下落ですね。ここの下落。うん。この下落に関してちょっとま、いろいろとね、解説したいと思います。まあ、どこがその鉄板エントリーポイントかっていうね、まあ、そんな解説とかもね、いろいろやっていきたいと思います。で、ポンド円はですね、あの、えっ、ー、とね、まあ、大体ま、149.3円を機にですね、まあ、かなりこう下落していったわけですね。このように。で、えっ、ー、と、 あの重要なのがですねあの重要なのはこの直近のこの高値ではなくてですねえ何が重要なのかというとここを作り上げてきた起点となるポイントっていうのが重要になってくるんですねうんつまりですねまあ今回この下落に焦点を当てているわけですからまあ要するにその売りエントリーでこの下落を取っていきたいということになるわけですねつまりここの高値が重要なんじゃなくて え重要なのはどこなのかというとここの高値を作り上げてきた起点となるポイントということですじゃあそれってどこなのかというとこう辿っていきますとここになりますねうんというわけでここ水平線引け,る引けますここでこういったあの直近の最高値を作り上げた起点となるえポイントえこういうところをまあそのラス押しと言ったりもします,えしますえ最後の押し安値めっていうことですね まあ僕は最後の押し安値ってよく言ったりするんですけど、うん。これが最後の押し安値。つまりですね、えー、この直近の最高値を作り上げてきた起点となる、この、えー、最後の押しやすを、えー、下にブレイクしてきたその瞬間、 ブレイクって言言っててももヒゲだけじゃななくて重要なんでもう1回言いますねブレイクっていうのはヒゲだけのことじゃなくて実体ベースでしっかりとブレイクしてきたら初めてそこで本当のブレイクだというふうに見なすことができるわけですねだからこれが例えばあの陰線今回はねこう実体ベースでしっかりブレイクしてくれてますんでこれは本当のブレイクと見なしていいんですけどこれがあのヒゲだけでブレイクしていたとします。 で実体が、えー、ここの最後の押し集めよりもこう上でこう止まっていた状態、例えばこの辺とかで実体が,、えーえー、実体が止まっていた場合、まあ、だから要するにここが終わり値だった場合ね、うん、ここが終わり値だった場合、あのー、要するに実体でしっかり下にブレイクしていないということになりますから、だからこの状態だとあの本物のブレイクというふうには見なすことはできないということですね。うん、だから えとこういう場合はちょっと見送った方がいいんですけども、まあ、今回この最後の押し値をまを、あ、しっかりとこう実体ベースでもね、えー、ブレイクしてくれています。ここが終わり値なので、ここがね、終わり値ってなんか言いにくいですね。ここが終わり値なんで。うん、なので、この、要するにこの陰線が、あここで確定したその瞬間、あもう一回下落あるなということがわかるわけですね。J、J、えー、じ,じゃないわ。 じゃあ、えー、どういうふうに具体的に取っていくのかというともう今回は非常に分かりやすい値、えー、動きを、ね、こうしてくれているんですがあのやっぱね一旦この最後の押し安値に対してこのようにあのリテストといってあの戻ってくる挨拶をしてくるかのように一旦戻ってくる値、えー、動きっていうのがあるんですねでこれを待ってからの売りエントリーっていうのがねあのベストですねで,で最後の押し安値に対してしっかりとここでリテストタッチしてますね リ,リテストタッチしてそして一旦引いてでここで、えー、この要線が終わったわけですねここがこの要線の終値、ね、大体147.424円ぐらいですねうん147.424円ぐらいでこの要線陽線が終わりましたとでなったら、えー、なったその瞬間要するにこの要線が確定したその瞬間売りエントリーっていうのがベストかなとで損切りは ここの高値のこの要線のこの高値のちょっと上ぐらいですねちょっと上ぐらいに設定をしておいて、まあ、147.724円ぐらいですかね、まあ、この辺ぐらいにまず、えー、損切りポイントを設定しておいてで、えー、利益確定ポイント重要な利益確定ポイントなんですけどもそれはですねあのー、この押し安値最後の押し安値は、まあ、ここで攻略してますよね 攻略っててていうのはすすなわちまあブレイクしてくれてますよねと,となると次はえどこを目指してくるのかって言ったらこの次の押し安値っていうのを目指していきます。ここが最後の押し安値。まあ次の手がこの手前ってことですね要するにこれが最後の押し安値になりますんでこれの手前の押し安値って言ったらどこなのかって言ったら辿っていくとここになりますね。というわけでここを引きます水平線をねこのように。 引きますと、レートが大体146.784円のところで引けますね。というわけで、えー、ここで利益確定するっていうのが、まあ、あのいいかなと思います。うん、つまり、えー、1 4 7点、まあここですね、ここ、要線が、この陽線がこれも確定した、その瞬間、売りエントリーします。で、損切りはちょっとこの、ここの高値のちょっと上に置き、で、利益確定は、利益確定のポイントは、ここの。 押し休めこの手前の、この最後の押し安値の手前のこの押し安値、まあ次のって言ってもいいかもしれないですね。ここの下落の流れにとってはね。うん。まあでもこうで言ったら、この過去の、これよりも過去の話になるんで、まあ手前のっていう表現の方が合ってるかもしれないんで、まあ手前のって言いましょうかね。うん。まあ要するにこの最後の押し安値の一個前の押し安値ってことですね。ここを次は目指してきますんで、 えここを利益確定ポイントにするということですね。まあ、つまり146.784円を利益確定ポイントにするということです。すいませんね、カミカミで。すると、損傷リライントレードができますよね。まあ、ここはエントリーポイントなんで、えー、でこ,こ,はここで利益確定とで。つまり利益幅はこんだけある。利益幅はこんだけあるんだけど、えー、その逆に、 その逆に、えー、損切り幅はだから損切り幅がまあ大体これぐらいなのに対して利益幅はこんだけなので全然違いますよね。まあ、こういうトレードがまあ理想っちゃ理想なんですけど、まあ、でも僕から伝えたいのは毎回毎回損傷利害のトレードをしなくても別にいいということです。あの時にはその損傷利大 えという概念を捨ててトレードするっていうのも非常に大切になってくるんですね。どういうことかというと、その損傷利害のトレードばかり追い求めていると、そのトレードチャンスを失ってしまうんですね。うん。だから、時にはその損傷利害という概念は一旦置いて、そのトレ,、えー、トレ,ー,ドトレードチャンスを増やすために、あの積極的にトレードしていくっていうこともまあ必要になってきますので、ぜ、ま、ひ、あ、それは覚えておいてください。うん で、まあそういうことですね。で、えー、この、まあ、この最後の押し安値めの手前となるここの押し安値めまでやってきた。で、ここもまあブレイクしますよね。この陰線で。しっかりと、実体ベースでブレイクしてきたと。なると、やはりその、やはりですね、ここの押し安値めに対して、このように、一旦リテストが起きます。一旦戻ってますね。この要線の、えー、上ヒゲでね。 一旦やっぱ挨拶となる、えーまあ、上昇が起きてますよね。で、その後、もう一回下落してみる。で、ここで今、もみ合ってますよね。これ、なんでかというと、ここの押し安値の次は手前となる、この押し安値を次はあの目指してくるからなんですね。で、ここ、ここの押し安値の手前となる押し安値、ここ、えー。次はここを目指してきますので。 で、こう見ると、もうすでにタッチしてますね。この、ここの押し休値もね。まあ、タッチしてる。まあ、でもこれはブレイクとは言えない、この状況は。これさっき言った通りですね。あの、実体ベースでしっかりグッて、えー、下抜いていたら、あのー、なんだろうな。えー、もう一回下く、えー、下落してくるかなって、まあ、言えるっちゃ言えるんですけど、今回のこの、えー、ブレイクの場合は、見てください、これ。ヒゲのみでしかブレイクしてないんですよね。 下ののみブブレレイイクク実体ベースではブレイクしてないつまりこの陰線があのー、の終わり目がここにありますよね。髭のみでしかここの押し安値をブレイクしてない。これは本物のブレイクと見なすことはできないのでだからあのなんだろうなこの押し安値を攻略しているとは言えないのでこのもう一個下の、えー、例えばこことかを目指してくるかどうかっていうのはまだ 確定はしてないてことこですね、うん、これがしっかり、まあ、この時とかこの時のようにねこの時とかこの時のようにしっかり実体ベースでも下抜いてくれていれば、まあ、一旦こうあのリテストを待って売りエントリーして、えー、次の目標地点であるここ,この押し値、まあもしくはもうちょっと下の、えー、まあここあたりですかね、えー、ここの押し安値かここの押し安値あたりまでは。 もう来るかなっていうのが、まあ、あの読めるわけなんですけど、えー、このブレイこれこれぐらいのブレイクでは本,あの本当のブレイクとは言えないんで単なる下ヒゲの,のブレイクすなわちまあノイズですね、えー、単なるノイズでしかないのでこれはまあその騙しもブレイクというか、えー、むしろ騙しなんですねこの下ヒゲっていうのは。なのでこういうのもしっかり覚えておいてくださいね。うん そういういことになりま,すまあただですねあの、まあ、今回分かりましたかね、えー、2回トレードチャンスがあったというのが分かりますかねこのえー、さこの押し安値という概念概念っていうか押し安値というトレードノウハウえー、トレード押し安値というトレードノウハウだけを使っても2回トレードチャンスがあるというのは分かりましたかねまあ1回目はここですね先ほど申し上げたように。 で、ここで気づけなくても、ここで下落して、この要線で、えー、一旦リテストがね、ここでかかってきた。えー、ここで乗ることはできますよね。うん。だから、ここだったら、まあ、ここで一旦リテストかかって、まあ、下がって、で、まあ、この辺でお、この辺が終わり値なので、えー、だいたいまあ、損切り幅、損切りは、ここの高値のちょっと上に置くとして、 で、利益確定ポイントが、ここの押し安値なんで、ってなると、まあ、損切り幅は大体まあこれぐらいですね、損切り幅は。大体これぐらい。うん。に対して、利益確定、えー、利益幅はこれぐらいってことですね。だから全然、これ、ここでも、まあ、損勝利大のトレードになっているんで、まあ、基本的には OK かなっていう感じですね。うん。 まあ基本的には損傷利害のトレードを心がけるっていうことですね。けどさっき言ったように毎回毎回損傷利害のトレードばっかり心がけているとトレードチャンスを失うことになってしまうので時にはえ損傷利害じゃなくても積極的にえトレードを仕掛けていくっていうことがまあ重要になってきますんでまあこういったまあえ部分ですねこういったまあ奥深い部分に関してはまあこの無料の動画講座でえ全てお伝えすることはまあちょっとあの難しいんですけどもあのまあちょっと一つ覚えておいてください。 はい、まあ、こんな感じでね、えー、今回、まあさらっとですね、結構かなり重要なトレードノウハウを話しました。この押し安値の概念、非常に重要になってきます。えー、これがあの逆のパターンでもそうですね。逆のパターン、つまり、えー、押し安値の逆って言ったら戻り高値のことですね。えーまあ、今回はこの上昇の反転を狙った、まあ,あ売りエントリーのパターンの場合の解説、 えー、押したので、なので、押し安値という概念が大切になったんですけど、この、これの逆に、まあ、例えばこういうように、えー、下落して、えー、下落からの、この、はん、下落からのその反転となる上昇、この上昇を狙った買いエントリーのパターンだったら、逆に、えー、戻り高値っていうのが重要になってきます。えー、つまりですね、えー、例えば、えっ、ー、と、 こう下落してるんで例えばこう戻り高値ですよねこう戻り高値そしてこうも戻り高値ですよねうんでもここの戻り高値はちょっと弱いんですけども、まあ、こういう戻り高値ですよね、えー、要するにここの直近の、えー、安値こう直近の安値になりますねこの直近の安値をこう作り上げてきた最後の戻り高値、うん、っていうのがこうになりますねだからこう重要になってきます なので、えー、ここの最後の戻り高値を逆にこうしっかりと上抜いてきて、えー、上抜いて、ここでま上抜いてますよね、ここで。これしっかり上抜いて、で、ここでリテストかかってますよね。リテストかかって、で、えー、この要線がこれ確定したと。すると、まあ、ここでまあ買い、買いエントリーをね、できますよね。で、買いエントリーして、で、次の、あのー、まあ、今回ですね、えー、これの上の、 まあこれ上の手これの手前の戻り高値だからこっちで言ったら次に攻略したい戻り高値っていうのがこの幅がねちょっとこう狭いのであんまり取れないんですけどまあだから今回こうだったらこの要線が確定してでここですぐ買いエントリーしたとしたらまあ損傷利害ではないですね今回は。 まあここの安値のちょっと下に損切りポイントを置いてそして利益確定ポイントはここになるんであんまりこうね損傷依頼ではないのでちょっと微妙なトレードって思うかもしれないんですけども、うん、まああのー、全然狙えるポイントではありますねここね、うん、だからまあこの値幅ね、えー、はね、まあ、取れるかなっていう感じですねまあそうですねうーん ま、20ピプスぐらいですかね。取れるとしたら、こうだったら14。147.063-146.852なんで、ま、21ピプスぐらいですかね。こうだったら。ま、それに対して、ま、損切り幅がこんだけなんで、だからこういう場合は、そのま、見送るっていう、ま、手段もまあ見えてきますよね。こういう場合は。うん。だから、毎回毎回そのトレードを、ええ、あの、 なんだろうな毎回毎回そのトレード、えー、すればいいっていうものでもなくてまあ時にはその見送るという、えー、概念もまあ大切になってきますんでうんまあでもなんか僕,は僕だったらまあ別になんだろうなちょっとぐらい損傷利害ではまあエントリーするかなっていう感じですかねうんまあさっきも言ったように僕はその損傷利害 をその絶対的というふうには別に考えてはないんで基本的には損傷利大のトレードっていうのは重要なんですけどあの時にはやっぱりその損傷利大っていう概念を捨ててでもこう取ってっあのトレードをしていった方がいい状況っていうのはあるんでうんそれはやっぱりその勝率があの高い状況とかだったらえー状況とかだったら たら損す。あのなぜかというとそのあなんだろうなまあ損が、えー、でかいとえー、利益幅に比べて損がでかいっていう状況でもあの勝率の高いポイントであるからあの要するに、まあ、負ける可能性が低いわけですよね要するにだから狙うっていうことですね。 まあこういうなんだそういういう勝率の高いポイントかどうかっていうのも結局その裁量トレードをもっともっとこう極めていけば分かっていくんですけどもまあなんだろうなそのためにはやっぱりその結局裁量トレードノウハウのやっぱもっとその奥の深いえもっともっと奥が深くてその神髄的な部分もやっぱしっかりと学んでいかないとこの境地にやっぱ達することはできないんであのまあ もしですねまあその裁量トレードノウハウの,のもっと奥の深い真髄部分ですねえに関してもっとしっかりとたくさん詳しく学びたいっていうことであればあの僕の無料の動画講座だけではなくてえ僕のトレード教材であるその翔太式12点の特セットえなどをまあご参考いただけたらと思います、まあ、あのこの動画のねえこの動画の下の説明欄に翔太式12点の特セットのまあえ詳細ですねもう、まあ、あのあのー、しっかりと あの書いてありますんで、えー、その焦達式12.5特セットの,、まああの商品ページの、えー、リンクもね、えー、一緒に載せておりま、えー、すいません、ちょっと今、肘を,肘を打っちゃいました、えー。そうですね、詳細もしっかり、えーまあ、とりあえず動画下の説明欄見ていただければ、焦達式12.5特セットの,あのリンク貼ってますからあの、詳しくはそちらから、えー、ご参考ください。で、まあ、こんそうですね。 まあこの上がねあのここの戻り高値を攻略してきたら次の戻り高値っていうのがまあここになりますよね。うん、ここもしくはまあここかなってまあゾーンとして考えてやってまあここっていう感じかなっていう状況ですよね。まあ、だからねあのここ見てもらったら分かるんですけどまあここで決済しといて。 トでかというとこうやっぱ一旦こう戻りがすごい、えー、入ってますよねここでかなりでかい、えー、大きなこう戻しが戻しが来てますんでだからまあここで20ピップスとかだけでもここでしっかりとね、えー、ここまで到達したら利益確定した方がいいかなっていう感じですねそしたらこの下落に巻き込まれなくて済むんで うんまあ、その後こう上昇してますけど、まあ、この下落でね狩られちゃう可能性っていうのがやっぱ出てきますんでやっぱりこうあの、まあ、ここを攻略したら次は、えー、どこまで、えー、次はどこまで来るのかなっていうのはあのーまあ、しっかり把握しておいてでそこまで来たら、あのー、潔くやっぱあの利益確定するっていうのがやっぱいいのかなっていう感じですね。そしたらこういった下落に巻き込まれなくて済むっていうことですね。 例えばあの欲を見てですね、まあ、さっきのようにまあここで回ト取ーしますとこの要線確定してここで回ト取ーしますでこっからあのー、まあもうここの戻り高値は、えー、これ超えている十分こうこれタッチしてますねタッチしてその後もぐって上昇しているのを見てこの要線見てですねあこれはここの戻り高値じゃなくて次のここの 付近まで上昇してくるかもって思って、あのー、利益確定せずにそのまま報道していたとするとここでこの下落で一気に、えー、まあ下落しているわけですからこれまあ損切りになりますよねここの安値のちょっと下に損切り置いてるわけですからここでまあ引っかかるわけですけどまあ潔くですねここの戻り高値まで えー、上昇してきたからこれも決済っていうふうにやっていると、まあ、着実にまあ利益は得れるっていうことですね。うん、でこっからも振り落とされてこっから次に上昇してこの上昇でやはり次の上昇でここの戻り高値、まあ、次の目標地点となるここの戻り高値を捉えてくるっていうことですねここで。だからねやっぱりね、あのー、規則正しい値動きっていうのはやっぱしてくれます。一、あのー、一つ一つ目標地点を えなんていうのかな目標地点をにえ目標地点到達すると一旦やっぱりこう戻しが入ってそして上昇して次のえ目標地点に到達するとで次でこのその目標地点に到達するとやっぱりもう一回戻しが入ってでもう一回上昇してえ次の目標地点を目指すとでここはまああの 高値ですねこれはもう戻り高値というかまああのここのここの下落の波においてのえー、まあ最高値になるわけですよねでここの最高値まで到達してきたらやはり一旦こう戻しが入るということですねでこ上昇して下落で上昇でこれ最高値つけて下落で下落してでこの 陰線でこの最後の押し休めを下にブレイクでここからは、えー、さあの先ほど解説した通りですねうんそういうことですねだからあのやはりね、あのー、目標地点に到達してきたら一旦戻しが入ってくるっていうのをしっかり覚えておいてくださいで目標地点に到達したのに、えー、欲を書いて あのポジションをそのまま、ね、あの保有していたりとかするとさっき言ったようにこういうねあの一発でかいこう戻しっていうのに巻き込まれてしまう可能性があの非常に大きくなりますんでだから目標地点に到達したら潔く一旦決済するとでそっから、えー、目標地点に到達して決、えー、利益確定した後にしばらく伸びていったとしてもですね、あのー、そこで後悔しないってことですね、えー、プラスにはできてるわけですから。 ちゃんと利益確定はできてるわけですからあのなんだろうなその後とあやっぱりもうちょっとホールドしとけばよかったみたいな感じで後悔するのはやめた方がいいってことですね。でそういう後悔の念がたまりにたまってなんか焦,焦りに変わったりとかイライラに変わったりとかして。 で結局そういったイライラとかその,、まあ、その後悔の思いとかですねそういうネ,ガネガティブな感情とかがどん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 こう増えていくとあのそこからあのどんどんそのトレードで負けやすくなったりしますんでだから結局そのメンタルって非常に重要なんであの常にやっぱりねあのメンタルは冷静な状態をやっぱ保ってほしいなって思います。 で初心者トレーダーにありがちなのが本当にそのあの短期思考の人が多いですねあの目先の利益をこう得ようとするというかあのなのでその長期思考をやっぱり常に持ってで常にその精神的にゆとりのある、えー、人間になってほしいなと思います。あのやっっぱりこうちょととしたことですぐ イライラしたりとか喧嘩腰になったりする人っていうのは、あの投資以外の、えー、何においてもその今後一切その結果を出すことはね、ちょっと難しいと思います。あのそういう人は、えー、短期思考の人ってまずその何,何にもつづ、えー、しっかり続けることがまずできないですね。 え普通の普段の仕事とかもなんかちょっと嫌なことがあったらすぐえもう辞めちゃったりとかえなんかすぐ嫌な気持ちになってあなんかもう放棄しちゃったりとかえ投資とかもやっぱ目先のお金を求めすぎてあのなんだろうなえ我慢することができないもんですからあのちょっとマイナスになったらもうすぐ損切りしたりとかで逆にちょっと利益,か利益が乗ってきたらもうすぐにえもう利益確定しちゃったりとか、う。ん あの要するにねこうグッとこらえることはできないんですね短期思考の人ってだからそういうのは当に良くないでまあ普段の仕事でもやっぱ今後一切やっぱうまくいかないと思うしあと恋愛とかにおいてもやっぱりあの焦っちゃうわけですね恋愛とかにおいてもやっぱあのすぐにやっぱ結果を求めようとしちゃうんですぐに告白をしちゃったりとかあのやっぱりこうプロセスというのが重要になってくるのでえ焦ってもやっぱろくなことがないというかですねうんなんでやっぱり まずはあのー、すぐに怒ったりとか、喧嘩腰になったりとかっていうのをまずもうやめた方がいいということですね。まあ、僕も昔ですね、その負け組トレーダーだった頃ですね、全然その、あのー、投資で、あのー、稼ぐことができなかった時代っていうのは、あのー、僕自身もかなり、えー、短,短期というかですね、ちょっとしたことですぐイライラしたりとか、えー、ものすごいやっぱ短期思考というかね。うん やっぱすぐ目先のお金を追い求めていたし、でまあ、何よりそのちょっとしたことですぐイライラしていました。でもやっぱりね、あのそういう状態だとね、あのどんどんどん,どんやっぱあの人も離れていきますしあの、何より全然結果を出すことが、えー、できませんでしたあの。でもやっぱりそういう、まあ あのマインドの部分ですねマインドの分。マインドの部分もやっぱしっかりとあの変えていかなきゃいけないなっていう風に、えー、思って、そこら辺意識してから生活する生活するようになって、まあ、ど,んど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 んね、あの投資でもねこう結果を出すことができるようになりましたんで、やっぱこういうね、あのマインドの部分ですね、マインド、メンタル、えー、こういった部分非常に重要になってきますんで、ぜひ皆さん、あのこの辺も押さえておいてくださいはい。 以上です。で、なんか僕にご質問とか、まあご相談とか、なんかありましたら僕の、えー、ラインアップの URL もこの動画の下の説明欄に載せてるんで、よければご質問なり、ご相談なりいただけたらと思います。えー、答えられることであればお答えいたします。で、えっ、ー、と、僕が使っている、あのー、 FX の証券会社は XM という証券会社なんですけど XM は最大レバレッジ888倍利かすこともできてなおかつお衣装もなくてであの入金ボーナスもあったりとかあの非常にあのそのトレーラーを稼がせるという面において非常にこう、まあ、努力している証券会社であの、まあ、最大レバレッジ888倍っていうのがまとにかくでかいんで。 少子券からでもどんどんまあ稼いでいくっていうことがまあ十分可能になってくる証券会社ですから、まあ、そこはもう裁量トレ,裁量トレードの、えー、ノウハウをしっかりとね、えー、学んでこう極めていただけたらねどん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 まあその可能性っていうのは上がってきますあのもちろんその何、あのー、て言うんですかね全くその知識のない状態でトレードやってもそれはただのギャンブルになりますからそれだと意味がないんですねちゃんと裁量トレードノウハウをしっかりと学んだ上で トレードをしていただくとでなおかつ最大レバネレジ888倍の XM を使えば本当に少資金からでもどんどんこう稼いでいくっていうことがまあその、まあなたがね最良,トレ最良トレードのノウハウを極めていけば、まあ、極めていくことで十分可能になってくるそんな証券会社なんで、まあ、ぜひまああの,ー、ど,この証どこの FX 証券会社を使おうか迷っている場合はですねぜひ XM、えー あの参考にしていただけたらなと思います。で、あの、僕のブログの方で、その,の、XM の解説ですね、XM についての、まあ、詳しい解説とか、あと、XM を絡めた、あの、僕からの、その、プレゼント企画っていうのもやっておりますんで、まあ、詳細は、この動画の下の説明欄にですね、あの、僕のブログの URL も一緒に載せておりますんで、そちらから、あの、お確かめいただけたらと思います。はい。というわけで、今回のね、動画、参考になりましたら、えーっと、 YouTube の、えー、チャンネル登録とか、あと動画の高評価などもよろしくお願いします。というわけで、今回の、えー、トレード動画,動画講座は以上になります。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼します。